ペリーもしくはペアサイダーは、洋梨の果汁を発酵させた酒である。日本では、ボアレの表記も見られる。シードルに近く同じような製造方法で製造されている。アルコール度数も同じで4から8%前後である。日本の酒税法では発泡性種類のその他の発泡性種類に分類されている。発泡性がある場合が多いが、発泡性でないものは、ワイン同様に、日本の酒税法では、 果実種に分類されている。ストロング棒のサイダー1パイントペアサイダーも、パイントグラスで飲まれているブルマーズ、オリジナルサイダーボトル同系の瓶が使われている。小瓶のマグナーズサイダー同系の瓶が使われている。イギリス西部西部地方、ウェールズ、フランスの取り分け、ノルマンディ地方、アンジュ地方で一般的に普及している。主なブルワリーは、コッパルベリ社、ヘールユンガサイダー社、 リー・コーターリング・サイダー社などが生産している。ペリー用の専用品種が使われ、イギリスではブレークニーレッドが一般的に使われている。タンニンと酸が食用なしに比べて多く、果実は小さいため生殖には向かない。ウスターシャー、ヘレフォードシャー、グロスターシャーのペリーは欧州連合の地理的表示保護に指定されている。イギリスではペアサイダーまたはペリーと呼ばれ、 同じくうなし酒を刺す。また口当たりもいいことから、ビールの苦手な女性やアルコールを飲み始めた10代の、労働者階級の子供が飲む、最初のアルコールとしてポピュラーである。2014年度の国際品評会の一つである、インターナショナルサイダーチャレンジで、ウエストン、S サイダーのヘンリー・ウェステンス・ヴィンテージ・ペリーが、トロフィー・アワードを受賞している。ボトルは、白ワインボトルやビール瓶が使われ、 シードルボトルの色は、ペアサイダーの種類や産地によって異なる。シャンパン用のボトルが使われることもある。一般的に多いのは、ホッピーのような瓶の形が多い。ビール同様に中瓶が主流で、稀に小瓶がある。缶シードルもある。ラベルのデザインとボトルの形状を同じで、アップルかペアの文字とボトルの色だけを変えているブランドが多い。グラスは、ビアグラスが使われる。 ヘアサイダーなどを醸造するサイダー醸造所をサイダリー、またはブルワリー U、日本ではワイナリーで作られているところもある。発酵させるにあたり、梨の外火には天然の酵母が取り付いており、さらに、果汁中には酵母が利用可能なブドウ糖が含まれているため、果汁が外に出ることで自然にアルコール発酵が始まる。伝統的な製法では酵母には手を加えない。 自然発酵が主流であったが、現在では安定した発酵をさせるため、培養した酵母を使用した種母を添加する手法が取られる。ありがとうございます。